東海新報は、東海新報社が編集、発行する岩手県の大船渡市、陸前高田市と、気仙群住田町を対象にした、地域新聞。2012年8月時点の発行部数は1万4000部。1958年に、岩手新報、河北新報の記者だった、鈴木正夫が中心となって創刊した。市名は、岩手県の最東端にある、地域新聞ということで、 東海とした、主な収入源は広告収入で、総幹事から地元の有力企業や公的な団体からの外部資本は入れていないとしている。紙面は地域情報で占められ、共同通信や時事通信の配信は受けていない。社説の掲載はなく、コラム、余命源が東海新報の言論を担っている。2011年4月1日発行文から大事が、 それまでの縦書きから横書きに変更された。釜石市を拠点にしていた岩手東海新聞と氏名が似ているが、本市との間に資本、業務などの関係は存在しない。J キャストが運営する J キャストニュースによると、保守的な論調であると認識されているとする。当時の内閣総理大臣、小泉純一郎の安国神社参拝を積極的に支持したが、これは日本の新聞で、 内閣総理大臣の靖国神社参拝を支持した数少ない三種のうちの一つである。他の二誌は産経新聞、三重県の伊勢新聞である。2011年3月11日付まで新聞、休館日の前日は中面に掲載。2011年3月13日から3月31日はテレビラジオ欄の掲載なし。 4月1日発行分から7月22日発行分までは地上波のみ掲載。7月23日発行分からは地上波に加え、1、3サイズで NHKBS1、NHKBS プレミアム、BS 日テレ、BS アサヒ、BSTBS、BS ジャパン、BS 富士、BS11 の BS デジタル局が掲載。平成 XX 年と、 言語と表記し、日本の祝日には、大事間の広告欄に、日照旗と祝日名を表記している。東海新報社の公式サイトは2011年3月11日の東日本大震災発生当日の午前中で、更新がストップしたままとなっていたが、2011年4月1日付で、サイトの更新が再開された。岩手県対抗地域の情報を扱う地方紙である。 参考に1日新聞は、下山地域の詳細な情報を確認したいという、岩手県内外の人たちの声に応え、3月17日に、記者2人と営業社員1人を、東海新報社に訪問させて、津波被害を受けた大船と陸前高田市の状況を取材した。その際に、東海新報社から、震災直後に発行した紙面の PDF データを、託され、同社サーバーに、 同データをアップロードして、紙面公開がなされている。一方、東海新報としての新聞発行の方は、震災翌日、その日出勤できた半数の社員全員で公害を制作し、予府県にすり上った A3 版のカラーコピー2000枚を手分けして避難所へ運んだ。13日以降は、自家発電装置を使い臨転機を回して、従来の8ページから4ページに減らしモノクロ印刷で、 しのいだ。ABCDE、冷静にというが、冷静になってほしいのは、韓国の方岩手地域新聞の大新聞批判に、ネットで絶賛の声。J、キャストニュース。 http://www.j-cast.com <ins ert> コロンススララッッシシュュスラッシュ2012スラッシュ08スラッシュ2 7 7 1 4 4 1 4 9 h t m l p イコールオール2 0 1 3年8月1日閲覧」。余命言。東海新報。 http://www.tohkaishimpo.com スラッシュ scripts スラッシュコラム cgi2013 年5月3日閲覧。私たちは負けない、被災地の新聞社奮闘ふるさとに、希望の光明を、発刊断交住民励まし。炭鉱日日新聞。 h t t p m e g a ド o d o n j p 2 0 1 1 0 3 2 1 9 2 6 5 5 w w w t a n k o n e w s j p m o d u l e ッシ i n g i n d e x p h p ページイコールアーティクルストリットイコール693東海新報紙面データ。 web.archive.org2019 年12月18日閲覧2011年4月19日付朝日新聞日本みんなでよりありがとうございます